政宗の右腕といえば片倉景綱。時に暴走する忠義だが、それもまたよし。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は片倉景綱について紹介していこうと思います。伊達政宗を語る上で必ず名前が上がる人物こそ片倉景綱。小十郎の呼び名でも有名ですよね。政宗の右腕として幼い頃からその成長を見守り忠義を尽くした人物です。時々その忠義が暴走することもありますが、それもまた彼の魅力でもあるんです。今回は彼の生涯についてじっくりと解説していきますね。聡明さは姉のおかげ。弘治3年1557年、景綱は片倉景重の息子として生まれました。後の主君、伊達政宗とは10歳違いとなります。彼の母はもともとは伊達氏に仕えた猛将、鬼には義直に嫁いでいたのですが、男子に恵まれず離縁となり片倉家に嫁いできました。その際に連れ子としてやってきたのが岐阜市となった北です。両親を早くに亡くした景綱は北に育てられることとなりました。北という女性は文武両道で、女だてらに兵学にも通じていたといいます。この姉の影響を受けて育った景綱は勇敢で聡明な少年として成長していきました。永禄10年1567年に政宗が生まれると、北は乳母に選ばれます。彼女は結婚していないので事実上の教育係としての採用でした。こうした縁もありましたが、景綱の聡明さを見抜いたのが伊達の宿老遠藤元信。彼の推薦もあり、天正3年1575年に景綱は政宗の小姓となり、そばに仕えることとなったのでした。ちなみにサブチャンネルにて、鬼には義直、主を逃がし自らは戦場に散るの動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。政宗をコンプレックスから解放し強い絆を築く。幼い頃に疱瘡にかかり右目を失明してしまった政宗は、その容貌を恥じてとても内向的な少年だったと言われています。景綱はそんな主を何とか変えようと考え、なんとその右目をえぐったというんですね。諸説あり、真偽のほどは不明ですが、以後彼らの間には強い絆が結ばれたんです。また主のためには自らが傷つくことも厭わない景綱のこんな逸話もあります。ある時腹にできものができて治らず困っていた政宗は、これを焼き切ることを思いつき処置を景綱に頼みました。しかし麻酔もない時代ですから痛くないわけないんです。そのため景綱はまず自分が試してみることにしたんですよ。それも焼いた鉄棒を自分のももに押し当ててみるというとんでもない荒技で、これならなんとかいけるだろうと判断した景綱は政宗の出来物を同じ方法で焼き切りました。まあそれでもやっぱり痛いことには変わりなく、政宗は景綱の姿が二重に見えるほどだったと伝わっています。政宗の傷は一月ほどで治りましたが、景綱が自分でつけた傷は全開まで2ヶ月ほどかかったとか。主君に申し訳が立たないから息子が生まれたらやめます事件。景綱の忠義は時に暴走してしまうこともありました。有名な話を一つご紹介しましょう。景綱の妻が懐妊した時のこと。景綱は政宗より10歳上ですから、先に妻を迎え子供ができても不思議はありませんよね。しかし景綱は、もし主君より先に男子に恵まれたら家臣として申し訳が立たないと考えました。そして男子が生まれたらあやめますと宣言してしまったのですから、さあ大変。政宗はこの話を耳にするとひどく慌て、景綱に頼むからあやめないでやってくれと手紙を書いて止めたほどでした。
こんなすったもんだの後、天正12年1584年に生まれたのが息子重長だったんですよ。鬼小十郎と呼ばれるまでに成長するこの息子、あやめなくて本当に良かったですよね。政宗の右腕として唯一無二の存在となる。この頃の伊達氏は政宗の父照宗が二本松氏に拉致され、政宗は苦渋の決断で父を殺さなければならなくなるなど、東北では苦戦続きでした。天正13年1585年、佐竹氏との一鳥橋の戦いでは伊達軍は大敗し、政宗も命の危機に瀕します。この時景綱は政宗を逃がすため政宗のふりをして敵を引きつけたといいます。しかし景綱や伊達重真など次世代の成長と台頭によって伊達氏は拡大に転じていくこととなります。景綱は得意の交渉や調略などを駆使し、政宗の軍師的な役割を果たしました。ところが伊達の快進撃も長くは続きませんでした。豊臣秀吉が小田原征伐を開始し、東北諸将にも参陣を要求してきたのです。秀吉が発していた戦国大名同士の死闘を禁じる総武事例に違反していた伊達氏としては、参陣しても一体どんな処遇を受けるのかとても微妙な状況でした。そのため伊達の家中は徹底抗戦派と恭順派の真っ二つに分かれてしまいます。しかしこの中で景綱は静かに政宗を説得しました。秀吉の軍勢はハエのようなものですと景綱は切り出します。いくら叩いても後からどんどん湧いてきます。つまり何度かは勝って退けることができても、我々はやがて持ちこたえられなくなるでしょう。叶うわけがないのです。政宗はやはり景綱の意見を受け入れました。こうして彼らは小田原に向かい、大幅な遅刻となり所領のいくらかの没収はありましたが、なんとか切腹の沙汰は逃れることとなったのです。景綱の有能さは秀吉も早くから見抜いていたようです。わしの家来にならないと引き抜きを図っていますが、景綱は丁重に断り、あくまで政宗への忠誠を示しています。福島正則への痛烈な切り返し。政宗が秀吉のもとに参上した際、切腹覚悟の意思を示した白装束を身につけていた話は有名ですよね。また後に謀反の疑いをかけられた時にも、黄金の十字架を引っ提げて弁解に向かったという話もあります。政宗のこれらの奇抜な行動は景綱のアイデアだったという説もあるんですよ。周囲の度肝を抜く政宗のパフォーマンスに対し、秀吉の子飼いだった福島正則は反感を抱いていたようです。政宗、景綱主従に聚楽台で遭遇した正則は、無長刀のコウモリめと吐き捨てます。鳥のいない場所で存分に羽を伸ばすコウモリ、つまりは大した武将がいない東北で力もないのに大きな顔をしていたやつめと政宗を皮肉ったんですね。元ネタは織田信長が長宗我部元親を評した言葉なんですが、すると景綱は、ならばあなたは陳竹林の林ですなと返します。何のことやらと目を白黒させた正則ですが、実はこれ陳竹林イコール秀吉猿、凛凛イコール猿の首についている鈴イコール政範という意味で、お前なんか秀吉の腰巾着だろうがという痛烈な返しだったんですよ。いや、凛凛の前に秀吉を陳竹林呼ばわりって、結構強烈なことを言える景綱なのでした。上杉と最上を戦わせていいとこ取りしましょうの話。慶長5年1600年に関ヶ原の戦いが起きると、伊達氏は東軍に属し、西軍となった上杉景勝と戦うことになりました。しかし北の関ヶ原と呼ばれたこの慶長出羽合戦においては、死力を尽くして戦ったのは最上義明くらいのもの。認識の齟齬とかいろいろあったようなんですが、これを見て景綱はこそっと政宗に耳打ちします。上杉と最上、
両軍を戦わせて疲弊させ、力を削ってはいかがでしょう。最上氏は伊達と親戚ですが、たびたびいがみ合いを繰り返していた中、影綱の進言も最もではあるんですが、いやいや、政宗の母親の実家ですから、しかも母親は山形城にいましたから、さすがの政宗も母や最上を見捨てるわけにはいかないと援軍を派遣する方に決めましたけれどね。関ヶ原の戦い後、政宗が仙台藩主となると、影綱は一国一条例の例外として白石城13,000石という破格の待遇を受けます。まさに政宗の右腕だったんですね。大阪の陣は病のため参加しませんでしたが、代わりに息子の重長を派遣しています。そしてこの重長が真田信繁の維持を保護するというわけなんです。元和元年1615年に影綱は59歳で亡くなります。彼の子孫は現在政宗を祀る青葉神社の宮司を務めています。何百年を経てもなお政宗との固い絆は続いているんですね。まとめ1、文武両道の姉に育てられ伊達政宗の小姓となった。2、政宗のコンプレックス克服に力を注いだ。3、政宗より先に男子に恵まれては申し訳ないと息子を殺めようとした。4、政宗の右腕として勢力拡大から豊臣秀吉への臣従まで常に助言を尽くした。5、福島正則に難癖をつけられた際、痛烈な皮肉を返してみせた。6、一国一条例の例外として城を与えられるなど、政宗からは厚遇された。政宗は影綱への手紙にはいつも片子と宛名を書いていました。なんだか可愛いですよね。それだけ二人の絆は強いものだったんでしょう。影綱なくして伊達政宗はなかったと言えると思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。